よし。すみません。白羽先輩は、鬼塚先輩と新庄先輩もいらしてたんですね。遅れてすみません。どういうこと？なんで？ちょっと待って、今衝撃な事実が2つ。まず、祈り先輩が頭を殴られて倒れている。そして、はじめくんがゆっくり祈りちゃんの名前を呼んだけど、白羽って言ったつまり白羽先輩っていうことですね。戻ります。白羽先輩、違う、これは、待って、三橋くん、私たち何も。すみません、生徒会長いますか？ダメ。え？人殺し！アホ言え！そんなこと誰も。おい、どうした？うわぁ！何？どうしたの？スウェード会長が死んでるって。先生呼んでこい。早く。ちょっと待って。鬼塚先輩、新庄先輩、先生来たよ。どきなさい。いいから早くどきなさい。先生、これは。いいから。三橋はこの部屋に入った。いえ、このドアまでしか。では解散しなさい。早く。そこの2人、職員室に来なさい。嘘ですよね。翌日、ねえ、知ってる？生徒会長、3年の生徒に殺されかけたんだって。え？祈り先輩が？誰がそんなことしたの？3年のちょっと乱暴な先輩と、普段からずっと一人でいる先輩だって。なんか同じ部活だったらしいんだけど。祈り先輩と喧嘩して、退部にさせられたんだって。なんで？祈り先輩あんなに優しいのに。でね、私も聞いた話なんだけど、その喧嘩で部活の人数が少なくなって、廃部になりそうだったからって理由らしいよ。ひどい、自分のせいなのに。普段から声が大きくて怒鳴っているような人だったんだって。もう片方の先輩は誰とも喋らなくて何考えてるのか分かんないらしいし。祈り先輩部活大変だったろうね。ね。抜けても文句言えないのにね。その先輩たちって今どうしてるの？なんか事件のことを認めてなくて、まだ学校来てるらしいよ。怖っ。早く退学にならないかな。そんな怖い人たちがいる学校で勉強なんかできないよね。放課後、どこに行っても鬼塚先輩と新庄先輩の噂ばかり。先輩たちがそんなことするわけないって思って、昨日いろいろ聞いたり調べたりしてみたけど、あの場所に先輩たち以外の生徒はいなかった。本当に先輩たちが、前まではそんなことをしないって心から思えたけど、今は、とにかく部室に、ドアが開いてる。
まさか。もう限界じゃろ。俺は明日、理事長に退学を申し出てくる。本気なの？確かに卒業までまだ時間はあるけど、でも、せっかくここまで来たのよ。じゃあ、お前はこんな状態の学校生活を、あと数ヶ月も続けることができるんか？詳しく聞きたくはないが、新庄のところも、そうなんじゃろ？話でしか聞いたことなかったけど、こういうのって、実際にされるとどうにかなりそうね。もう、誰も俺たちの話を聞く気すらない。白羽の意識も戻らん。身の潔白の証明のしようもない。まさか、人間相手に魔法を使うわけにもいかないしね。たとえ、俺たちが人間だったとしても、こんな学校も、人間社会にも、何の未練もないじゃろ。確かに、私もそこまでして人間に媚びへつらいたいって思ってはない。もう人間と関わるのはこりごりじゃ。そんな、退学、先輩たち退学しちゃうのか？本当は白羽先輩を襲っていないのに、人間のことは嫌いだって、もうこりごりだって、これでいいのか？このままじゃ先輩たちはこの学校からも人間社会からもいなくなっちゃう。僕にできること、事件のことを調べても僕には何もできなかった。せめて入院中の白羽先輩の意識が戻って真相が分かれば、何か時間稼ぎしなきゃ。僕にできることは、僕にできることは、二人を説得する。理事長に嘘の自白をする。何か他の事件を起こす。どうしたらいいんだ。理事長に嘘の自白をする。この選択は、場合によっては余計に先輩たちの立場が悪くなる。それでも本当にこの考えでいいのかな？そんなこと言う？いいえ、やめよう。何か他の事件を起こす。とても短絡的かもしれないけど、白羽先輩が意識が戻るまでの間、もっと重大な事件が起きれば時間が稼げる。少なくとも今より状況が変わるはず。やろう。きっとそれが僕に、三橋はじめにできる、数少ない先輩たちへの恩返しだ。うん。うん。君は、何のつもりだ？聞いているのか？何を？ごめんなさい。待て！これで、うん、よかったんだよね。バッドエンド、
そっか、ダメだ。やっぱりそうだよね。できることは。誰だね。どうぞ。失礼します。うん、君は。僕は2年の三橋はじめと申します。本日は理事長に伝えたいことがあって来ました。白羽祈りさんを殴ったのは僕です。は？僕が白羽祈りさんを殴りました。僕が白羽祈りさんを殴りました。何を言っているんだね。今校内では現場にいた鬼塚先輩と新庄先輩が犯人じゃないかと、そんな噂が流れています。でも違うんです。僕が白羽先輩を殴ったんです。本気で言っているのかね。はい。君はその鬼塚くんと新庄くんが人間ではないと知った上で彼らと関わっているという報告を白羽くんから受けている。この前白羽先輩が報告していたのは理事長先生だったんだ。正直に答えたまえ。種族を知られずに卒業することが彼らに定められしものだと知っているのかね。はい。僕は二人が鬼と魔女であることを知っています。知った上で友達として尊敬できる先輩として過ごしてきました。よろしい。君に人間ではないことを漏らした二人にも責任はあるが、その秘密を知った上で交流を持っていた君にも責任はある。白羽くん襲撃の事件、加えて異種族との関わりを持ったこと、その二つの事件に関する罰を君には受けてもらう。はい。昔から異種族との関わりを持った人間への最大の罰として、その秘密を口外できないよう存在の初期化を行うことになっている。何ですかそれ。異種族と関わった三橋はじめという存在を初期化する。初期化って、僕が僕じゃなくなる、違う存在になる、死ぬってことですか。そうとも言えるかもしれない。三橋はじめとして過ごしてきた、あるいは過ごすはずの運命を初期化し、異種族と関わることがない存在にする。決して死ぬわけではない。三橋はじめとしての記憶を消去し、違う人生を最初から歩むことになるだけだ。本来ならこの処罰を選ぶ前に異種族にこれ以上関わるなと警告し、この罰を避けるのが通例なんだが、関わるのみならず白羽君を襲撃したとなれば、それ相応に罪は重くあるべきだと私は考えている。三橋はじめくん、もう一度聞かせてもらおう。君は鬼塚くんと新庄くんの正体を知った上で交流を持ち、その上で事情は知らないが白羽くんを襲撃した。その二つの事柄の罰として存在の初期化の罰を受ける。本当にそれでいいんだね。
存在の初期化。どんなことをされるのかわからないけど、その罰を受けたらきっと僕はもう三橋はじめではなくなってしまう。先輩たちのことを思い出せない。三橋はじめだったことを思い出せない。それって言葉をごまかしているけど死ぬってことだよね。僕は先輩たちに巻き込まれるまま部活に入って、大きな犯罪をしたわけでもなくて、本当は白羽先輩を殴ったわけでもないのに、ここで入っていったら死ななきゃいけない。嘘をついて先輩たちの罪を罪代わりするけど、嘘をついて先輩たちの罪を肩代わりするけど、こんな重い罰だって知ってたら、こんなことを言い出さなかったんじゃないか。確かに先輩たちの退学を防ぎたいって思った。でも死にたいなんて思ったわけじゃない。僕がするべきことは、僕にしかできないことはこれなのかな。死にたくない。死にたくなんかないに決まってる。僕が本当にしたいことは、自分の心に素直に従うのなら、僕はどうすべき。どうしたらいいんだろう。本当だったら嘘だって申し出たいけど、死にたくないしね。でもそうなったらどうなっちゃうんだ。嘘だって言うか。死にたくない。死にたくない。だって確かに鬼塚先輩たちは大切な人で、退学してほしくなくて、僕にできることなら何でもしてあげたいけど、僕は死ぬんだぞ。怖い。僕にはできない。ごめんなさい鬼塚先輩、新庄先輩、白羽先輩。僕は何もできない普通の人間です。では返事を聞かせてもらおう。その後、鬼塚先輩と新庄先輩は如月学園から退学をした。数日後に白羽先輩も意識が戻ったと聞いたけど、なぜか彼女が病院から学園に戻ってくることはなかった。1年後。おめでとうございます皆さん。如月学園から旅立っても、どうか素晴らしい未来が皆さんに広がっていますように。1年前のあの日、一体何が起きていたのか、僕はもう知ることができない。ご卒業、おめでとうございます。バッドエンドか。そうだよね。そうだよね。はじめくんにできることは、僕が本当にしたいことは、自分の心に素直に従うのなら、罪を認める。僕はなぜ自分が犯人だと言い出したのか、それは
鬼塚先輩と新城先輩と白羽先輩を、自分の大切な人たちを、4人で過ごした大切な時間を守りたかったから、どっちを選んだとしても、もう二度とあの部活で過ごせる時間は帰ってこない。誰かが必ず抜けてしまう。誰かともう二度と会えなくなってしまう。それでも、そうだったとしても、三人の時間は続いていく。きっとこの選択をすれば、三人を取り巻く環境が変わって、またきっと人間を、自分以外の誰かを、好きになってくれるはず。大丈夫だって。みんな、本当はとっても優しい人だから。鬼塚先輩は、豪快で明るくて、一緒にいたら弱気な僕を吹き飛ばしてくれる太陽みたいな人で。新城先輩は、言葉や表情は怖いけど、本当は誰よりも自分以外のことを気にかけてくれる。白羽先輩は、何でもできて頼りがいもあるけど、遠慮しがちで傷つきやすいところもあって、放っておけない。みんな、とっても魅力的な人たち。本当は退学なんか、バラバラになんか、なりたくなかったはずだ。僕は、何をやっても普通かそれ以下で、いつも自信がなくて、運動も苦手、勉強も苦手、友達を作るのも下手くそで、いつも誰かにどんくさいって言われちゃう。でも、そんな僕にでもできることがあったんだ。つなげよう、三人の未来を。もう一度三人に、手を取り合って笑ってほしいんだ。そのために僕ができることがある。僕だけにしか、できないことがある。僕の存在がなくなったとしても、僕の存在と引き換えに、つながる大切な未来がある。だから、選びたい。怖いけど、ずっと後悔して生きるより、三人が笑って過ごせる未来を信じたい。みんなと過ごした時間と、これからの未来に、それだけの価値があるって、僕は信じてる。理事長先生、僕がやりました。存在の初期化を受け入れます。だからどうか、僕が消えるのだから、鬼塚先輩と新城先輩が人間じゃないと明かしたという事実も、なかったことにしてあげてください。よろしくお願いします。第六章、巻。僕たちの選ぶ未来。まさか、まさかこんなことになるなんて。もう鼻水グズグズだ。ちょっと、はじめくんどうなっちゃうんだろう。鬼塚くんと新城さんもどうなっちゃうんだろう。次回に続きます。おつぴよです。